今日はさっき、あ、大阪います。今大阪やで、やで、やでやで。今日は、一人でラーメンを食べました。並んで、しかも並んで食べました。めっちゃ美味しかったです。なんか辛かった、結構やけん。あ、やば、喉にはちょっと悪いわって思いながら美味しく食べました。ちょっと写真もちゃんと撮ったので忘れずに明日送ります。何ラーメン？豚骨と関西のだしのコラボみたいな。めっちゃ並んでて、最初このラーメン屋さん行きたいなって調べてついてみたら並んでて、めっちゃ、でも、あ、まあ一回通り過ぎたんですよ。結構並んでると思って、もう一回通り過ぎようと思ったら、あ、4人ぐらいに減ってて、最初20人ぐらい並んでたんですよ。そしたら、まあ、配信できになるかもって思ってやめたんですけど、もう4人ぐらいになってたので並んで10分15分ぐらい並んで食べました。美味しかったです。全部普通にしました。こんばんは。大阪生活楽しめそうですね。どうなんや、わからん。どこに何があるかわかんないです。正直ククルには絶対に行きますね。たこ焼きは絶対食べたいけど、なんかそんなお昼にあんま出歩いたりとかできないので、どうやろうって思って、朝早起きしてから行かないといけない、もし行くなら。キノコ、イエーイ。菩薩好きだって。何、人類皆麺類。うん。不思議。会場近く、会場がまずどこかちょっとよくわからん。ないんじゃないですか。わかりません。おお、行ったことあるなんて。こんばんは。龍角さん舐めてます。朝食たこ焼き、いや、嬉しいことに朝食はホテルで食べます。朝食券がいただいたのでよかった。コンタクト。
キノコ。目薬さしました。ふう。すっきり。ていうかせ。あれぼやけためっちゃ顔が。稽古楽しい本当に面白いんですよ。なんかシニア劇団の方がいるんですけど、その方が面白い役なので、面白いし、なんて言ったらいいやろ、なんか変で面白いです。こんばんは。稽古大変ですか？大変じゃないと、大変ではない、楽しいです。でも覚えられるのかどうかっていう、そこが一番不安。だるま大阪の役者さんって感じ。分からん。まあ、でもほぼほぼ大阪の方だと思うので、なんか面白いです思い出しあるです。もうそれぐらいちょっと面白いので見に来てほしいですこんばんは。本当に私は推しキャラクターかもしれない見てたら絶対に分かるので、あ、この人か。こんばんは。セリフ覚えはお風呂かな。いやー、どうなんやろ。あら、今日も寝る前に頑張ります。笑える舞台なので、いや、そんなとかじゃないけどそう、普通に連続ドラマのスタッフのリアルって感じ。みんなもスタッフの一員として見れるかもしれない、視点的には。こんばんは。配信とかないのかな。どうなんやろ。あるんですかね。ちょっとあんまそこら辺知らないですね。聞いてみよう、誰かに。でも配信、確かに。お、広島の通信2枚申し込みました。イエーイ、楽しみ。
きのこだるま、ありがとうございます。こんばんは。とにかくたこ焼きを食べたいな。まさか地元大阪で舞台に、そうなってですよね。自分も大阪で舞台に出れるとは思ってなかったです。嬉しい。私は結構っていうかな、まあ愛媛で生まれて2歳まで大阪にいたので、愛媛で生まれて大阪行って2歳になってまた愛媛に戻ってきたって感じ。なのでゆかりはあります、ちょっと。わなかはどんな感じのたこ焼きなんですか。こんばんは。みんなわなか推し？もしかして。わなか欲しい。なんかトロトロのたこ焼きはどこにありますか？トロトロのたこ焼きの気分なんですよ。ココナと共演されてますよね。そうです、今日も一緒に稽古をしました。まだ全然話せてないです。でもずっと笑ってます。でもトロトロのたこ焼きってお腹壊さないですかね。どうなんやろ。地元大阪の人たちは家でたこ焼きをするみたいですね。え、普通にタコパってこと？自分の実家にもたこ焼き器ありましたよ、多分。関西の方はあるのか。結構きのこ、いや、わかる。めっちゃね、トロトロのたこ焼きは結構熱いイメージはあるよ。でもって言いながら食べるのがいいんですよ、熱々のたこ焼きを。白ご飯一緒に食べることはないです。でも合うとは思う。合うなとは思います。
全然ご飯と食べれると思う。てか食べたことあると思う。進んでは食べないですけど、なんかめっちゃお腹空きすぎた時に食べたことあるかも、その組み合わせ。でも関西ではそれが当たり前だよね。関西というか大阪、分からん。今の時代はもう変わりましたか？時代変わった？なんか昔はお好み焼きをおかずにご飯食べるみたいな。だしに使ってるたこ焼き？だしに、え、なにそれ、明石焼き？うん、お好み焼き定食とかあるん？初めて聞きました。お好み焼きは定食にある、なるんですね。やばい、ぼやけた。うん、これ難しい。あ、乗った。ん？タコが来た。キノコ。愛媛のお好み焼きはどんなの？え、分からん。めっちゃお腹鳴った。愛媛、でも実家のやつしか分かんないですね。兵道家ってにの感じになります。愛媛ではなく、ある一家のお好み焼き。兵道家はなんか分厚い普通のお好み焼きって感じでした。え、これ魔女のろうそくみたいな。魔女のろうそく、麺は入れたい、入れなかったです。もうキャベツとかイカとかお肉とかそんな感じ。タコ、広島の方のお米の宮城も好きですね。あれ何だっけ、なんか一回東広島で食べたんですけど、赤麺のお好み焼きがね、美味しかったです。
つだったっけな、多分辛いと思うけど、私はあんま辛いと思わなかったですほんのちょっと辛かったかもな。でも美味しかったです。それがそう、辛いものが好きなので、もう食べ過ぎてね、慣れすぎてちょっとの辛さはねもう感じなくなったんですよねえ、多分ピリ辛なんですよ。おすすめです。ふう、コボン、いや分からん、どこやろ。普通になんかめっちゃ昔からあるやろなっていう、なんか老舗のお店に入って食べました。なんていうとこやったっけな、もう東広島駅の歩いて徒歩5分ぐらいところでした。常連さんがよく、常連さんがいそうだなみたいな雰囲気でした。レモスコ知ってます。韓国料理屋さんでも結構辛いメニュー頼むにょ、ちゃんと頼むにょいや韓国料理なんかサムギョプサル目当てで本当に行ってるって感じ。みちゅとニンニクを欲してニンニクプラスなんかその何葉っぱとお肉となんかシャキシャキなネギみたいなやつとなんか味噌みたいなやつとタレみたいなやつとごま油、もうそのもうサムギョプサルの味が美味しくて食べたくなるんですよ。なので辛いものを目当てに行ってないかも、韓国料理屋さんは最近。サムギョプサルミヤデに行ってます。ニンニクなんだけど、いやニンニクチューブをね丸飲みすることはできないので、まだ出る資格がないですね。こんばんは。そう、自分はねなんか火を通したニンニクの味が好きなんですよ。で丸ごと食べるのも好きですね。あのなんかほろほろ感、食感、ホイル焼きとかね美味しいですよね。なんかその韓国料理屋さんでもねニンニクのホイル焼きとか出てくる時あるんですけど、もうその次の日やばいもうやばいです。
部屋が多分ニンニクの匂いになってるんだと思います。自分の部屋が。ホクホクの芋みたい。そう、うん、山芋みたいな感じになるよね。こんばんは。え、今何時？ちょっと待って。19分。お尻が痛くなってきた。ちょっと手をお尻の下にしこ。こんばんは。今夜も可愛いな。今夜も。お腹鳴った。なんか新幹線とかもね、結構お尻痛くなるんですよね。尾骶骨とかじゃなくて、そのもう本当にお尻の骨、お尻が2つあるじゃないですか。2つというか2つあるじゃないですか、左右で骨があるじゃないですか。その骨がね、痛くなるよね。新大阪、まあ別に毎日通ってるわけじゃないので全然それは大丈夫です。新幹線、広島から東京まで新幹線で行くとかってなった時はもう体勢をね変えたくなるよね、たびたび。でもみんなそうよね。でもずっと座ってる人もいるじゃないですか。いいなって思う。新幹線で富士山見ますか？ええ、見える側に座ってたら見たいって思いますね。見える側でそれに A 席か E 席に座ってたら見るかも。でもなんか全然関係ないんですけど、新幹線の A 席ってなんか怖くない？なんでかって言ったら、なんかすぐに出られないじゃないですか、何かあった時に。例
えばなんか B 席と C 席の人が机を広げてて、その机になんかいろいろ物とか置いてたりとかしたら全然出れないじゃないですか。その時になんか、あ、なんか怒ったら怖いなって思う時々ね、毎回思ってないですけど時々思うんですよね、 A 席に座ったりとかした時。そう、窓は開いてて開放感はあるっちゃあるけど、よく考えるとないんですよ、窓そう開けられないし。そうなのでね、時々怖くなるんですよ。でも私は窓側がいいですね、飛行機とかも外見たいよね。好んでは A 席取らないかも。私は A か E がいいな。いいですよね。なんか最近はコンセントが全部の席についてるやつもあるしね。ハートね、嬉しい。それはみんな詳しいね。N700 系。いや本当にその鉄道の名前とかは本当に分からん。どういう名前、なんかそ、何、そのローマ字のが何の意味があるのかちょっとね分かってない。飛行機の窓側ね、なんかこの前世界仰天ニュースを見てて、あの飛行機事故の何話をしてて、翼のすぐ近くの席が一番安全みたいな言ってました。翼はやっぱ頑丈にできてるからみたいな言ってて、へーって感じ。で、ね、翼のところ撮りたくなるよね。燃料タンク、確かに。どうなんやろ、でもなんかそうやって言ってました、頑丈にできてるからみたいな。わかんないですけど。
でもそんなめったに起きないですよね、飛行機って。一番安全。話が深刻になってきた。でもやっぱそういうのって知っといた方がいいよねと思った。そういうの豆知識、正しいか知らないですけど。明日からショールームの星がなくなるの？明日から？揺れるとめっちゃ怖い。え、なんか自分がね怖いと思うのは、なんか飛行機がうーってなるとき、斜めになるときがね怖い。落ちそうな感覚になる、みたいな。こんばんは。事故率は低いんやけど、事故にあったらほぼ助からないのが怖い。本当に会いたくない。本当に怖いよね。もう覚悟するしかないもん、そこで。怖くない？だってもうそういう運命って分かった瞬間、何を考えるんやろう自分って思う。でもそれはね、そういう状況になってからじゃないと分かんないな。わかりません。でもさんまさんとかすごいよね。本当になんか強運の持ち主、そういうエピソードあるじゃないですか。なんか何だっけな、その知ってます、さんまさんの。すごい助かった、助かったっていうか、乗るはずだった飛行機に乗れなくて違う飛行機に乗って、でもその乗るはずだった飛行機に乗ってたら、ね、大変なことになってたっていう話。でしたっけ。え、怖いよね。うん、飛行機普通にね好きなので、そういうのがねなければ全然乗りたいって思う。そう、でも本当に最初はね飛行機トラウマでした。初めて乗った飛行機で離陸体制、離陸じゃない、着陸体制に入りますって時に
めっちゃ頭が痛くなったんですよ本当に。気を失いたいぐらい、気を失った方が楽って思うぐらい頭が痛くなって、しかも小学生ぐらいの時なんですよねそれが。だからもう飛行機絶対乗りたくないって思ったけどSTU で沖縄に行かなきゃいけなかったじゃないですか、総選挙で最初の。なのでその時に嫌だと思ってたんですけど、なんもなかったんですよ。なので皆さんもそういうのあるかもしれない、もう一回体験したら全然じゃんみたいな。その一回だけだったんですよね。そう、なんかその時本当に鼻炎がひどかったっていうのもあるかもしれないんですけど、めっちゃ頭痛かった。ねえ、びっくりしたよ。もう今まで生きてきたけどね、一番痛かったね今までの中で。今は乗るのが好きですね。え、なに？あおいちゃんが子供の頃に乗った飛行機は客室の気圧を調節する装置がなかったかも。何それ、そんなんある？すごいね、すごい進化したんですね。なんかその時になんか飛行機でイヤホンがついてる時あるじゃないですか。それでね、なんかラジオみたいに聞いてたんですけど、なんかずっと同じラジオが繰り返されてて、多分そういうやつだと思うんですけど、ずっと家入レオさんの君がくれた夏で、頭痛いなって思いながら、もうそれを聞いて癒されてました。もうでもめっちゃ覚えてますそれうん。飛行機乗ったら何飲む？え、私は絶対にオニオンスープです。私はレオちゃんのファンです。そうなんですね。オニオンスープじゃない、コンソメスープか。うん？スープ、うん、あの味のあるあったかいスープです茶色の。あ、どっちもあるんか。そう、スープ派なんですよ。一番安心するというか落ち着く。か、なんかぶどうジュースかな。それ以外飲んだことないですね。いや、あるか、リンゴジュース、リンゴジュースかブドウジュースか、なんかコンソメオニオンスープしか飲んだことないですね。ね、結構熱いよね、やけどするぐらい。38分。でもね、美味しいんですよ、そのスープが。ちゃんと味が濃くて、
ウケる。飲み物でバレるんですね、乗った飛行機が。面白い。福岡来る予定ないんですか？ないですね。福岡行きたいですね。めんべいが本当に好きなので。めんべいが好きだから行くわけじゃないんですけど、福岡に行ったら絶対に買って帰りたい。辛いやつ、辛い味のやつ。あ、お話し会。あ、確かにお話し会だ。マリンメッセ、マリンメッセでしたっけ。確かにあるけ、あるわ。ありましたよ、ありました。めんぺい。打ち間違い。12月ですって。ちょっと先でした。冬です。うん、めんべい絶対に買って帰ります。なんか2つずつぐらいでもう売ってるじゃないですか、個包装のやつで、箱じゃなくて。最近はね、マヨネーズ味も結構好きかな。やるよね、マヨネーズ味って。前なんかどっかのコンビニでも売ってて買いました。ぜひお話し会来てください。直接が増えたので、前より。東京のスーパーでもたまに売ってますって。いいね。こんばんは。じゃあ壇上を読もうかな。やばい、眠くなってきた。レカムさん、コーナーさん、まえちゃんさん、うつぼさん、まっちゃんさん、胸金ひろしさん、ジータさん、長健さん、トラさん、カズポさん、サージカルさん、トノスマドラゴンさん、かんつきさん、ありがとうございます。お疲れ様です。ぜひフォローよろしくお願いします。 X とインスタもしてます。お話し会受付中です。直接もオンラインもツーショットもあります。ツーショットは直接、多分鑑賞枠っていうね、概念じゃない、あの事柄じゃなくて、決まりじゃなくて、あの鑑賞枠っていうもの自体なくなったので、もうそこに、あのツーショット写真会っていう時間に申し込んでもらえたら撮ることができるようになったんですよ。イエイ。
嬉しいですね。そう、でもサイン会はねなくなってしまったんですよね。それは残念なんですけどね。えオンラインサイン会結構好きだったんですけど、まあショールームとかでも、まあ、ショールームでやってたんですけどね、いつでもサイン会はできるのでいいかな。でもサイン会楽しかったですよね。直接と申し込みました。ありがとうございます。では星3周だってイベントありがとうございます。ではおやすみかん。お疲れ様でした。明日も頑張りましょう。